県は小林市野尻町の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生した疑いがあると発表しました高病原性鳥インフルエンザが発生した疑いがあるのはブロイラーおよそ15万4000羽を飼育する小林市野尻町の養鶏場です県によりますときょう午後1時半に死んだニワトリの数が増えたと報告があり 宮古の城家畜保健衛生所が簡易検査を行ったところ A 型インフルエンザの陽性が確認されました今回の農場は今年5例目の鳥インフルエンザが発生した小林市の農場から半径3キロ以内にありあすの午前3時ごろ PCR 検査の結果が判明する見込みです確定すれば県内で9例目となり県は10万羽を超えていることから 自衛隊にも協力を要請し明日明け方から殺処分を始めるということです